そして25番花園から再び市内の小学校から選ばれました学校代表の花田子さんになります。25番花田子は西野村小学校代表1年生の田中美穂さん、26番花田子は牟礼小学校代表1年生の中山佳音さん、27番花田子は牟礼小学校代表1年宮村佳音さん、28番花田子は玉野屋小学校代表1年藤井いつきさん、30番花田子が花木小学校代表1年生の山根幸さんでございます。この花田子さんの後ろに4人で担ぐ大きな籠が進んでおりますが、これは御殿院役の松崎小学校1年生藤本理央君が乗る籠でございます。以上、御殿院役までが花巫女の部でございました。